どうも、似顔絵イラストレーターの群馬くんです。趣味で似顔絵を描いているマーカスさんから似顔絵添削のご依頼がありましたので、似顔絵添削していきます。今回のテーマは売れる似顔絵を描くにはということで、全く素人であるマーカスさんから売れる絵にどうすればいいのかっていう似顔絵初心者の方なら誰でも知りたいところを学べると思うので、ぜひ最後まで見てください。まずざっくりマーカスさんのご紹介をしていきます。お問い合わせいただいただけなので、僕は全く面識はなくて、特に個人情報も聞いたりはしていないので、超ざっくり紹介です。男性の方ですね。絵が好きな素人さんですね。プロではなく、趣味で絵を描いている感じですね。それで趣味で SNS にて似顔絵を発信しているようです。ゆくゆくは似顔絵を副業にしたいそうです。マーカスさんのインスタグラムちょこっと紹介させていただきます。ぜひフォローお願いします。はい、なぜか宣伝させていただきました。マーカスさん、こんな感じの絵をアップされてますね。結構リアルめなデッサンの鉛筆タッチの似顔絵ですね。すごいこれなんかリアルに形が取れててかっこいい絵ですよね。絵を見せていただく限りですね、デッサンが好きでよく描いててとても上手だなと思いました。でもシンプルに似せたりとか、いわゆる似顔絵っていうのはちょっと苦手そうだなと思いました。素人さんなんで当たり前なんですけれども、あとほぼ白黒の絵ばっかりなので、多分色塗りも苦手なんじゃないかなと僕が勝手に考察して感じました。この段階からですね、売れる似顔絵を描くにはどうしたらいいのかっていう点を、重点的にアドバイスさせていただきたいと思います。まず売れる似顔絵の条件2つっていうお話をします。マーカスさんはですね、ゆくゆく絵を副業にしたいっていう思いがあるようなので、売れる絵っていうのがそもそも何なのかっていうところを解説したいんですけど、まあ当たり前なんですけれども、お金がもらえる絵っていうのはお客さんが喜んでくれるからお金がもらえるわけなんですね。じゃあ喜んでもらえる絵っていうのはどんな絵なのかっていうと、まず一つ目は可愛くて似てる絵です。いくら似ていてたとしても、気持ち悪い絵だったらお客さん嬉しくないですよね。気持ち悪く描かれちゃった、でも似てるなっていう、まあそれはそれで好きな人もいるかもしれないですけど、まあ基本的には可愛くかっこよく似ているのは当たり前として、可愛く描いてほしいっていう人が大半ですよね。なのでこの可愛い絵っていうのを描けることが必須条件なんです。まあ可愛い絵っていうのはシンプルなデフォルメのキャラクター的な感じですかね。まあこれ僕の奥さんが、ゆうすけさんが描いてくれた僕の似顔絵なんですけど、シンプルで可愛いじゃないですか。まあここまでデフォルメする必要はないですけれども、まあ、可愛い絵っていうのはシンプルでキャラクターっぽい絵っていうのが可愛い絵になります。でこういう絵で描いてもらえると嬉しくてお金を払いたくなっちゃうみたいな感じですね。はい、次、部屋が明るくなるような鮮やかな色っていうことですね。お部屋に飾るには部屋を明るくしてくれる綺麗な色っていうのが重要なんです。お客さんが喜んで絵を部屋に飾ってもらうっていうところまで考えて似顔絵を描くことができれば、まあ、おのずとどんな絵がいいのか分かってきますね。基本的にはこの絵を部屋に飾りたいなと思ってお客さんを描きに来るので、そこまで考えて描くことができれば売れる絵が描けるわけです。なのでデッサンのような白黒だけではなくて、水彩やデジタルのカラフルな絵っていうのが大前提なわけです。売るって考えた場合ですね。まあ、デッサンの似顔絵が売れるっていうのはよほどの画家じゃないとなかなかないですよね。この人に絶対描いてほしいっていう画家さんにわざわざデッサンしてもらうみたいな、それぐらい有名な人だったらあり得るかもしれないですけれども、基本的にはカラフルな絵っていうのが売れる絵になります。ということで、このざっくり売れる似顔絵の条件っていうのはこの2つですね。似ているっていうのは当たり前で可愛い絵、2つ目が色が綺麗な絵、つまりお客さんが部屋に飾りたくなるような絵っていうのが売れる似顔絵なんですね。似顔絵で食べていきたいのであれば、この2点を意識して練習頑張っていきましょう。ということで、まずは画材を揃えましょうということで、売れる絵はカラーの似顔絵が大前提なわけなので、ということは必然的に色塗りを前提とした画材が必要になってくるわけです。アナログデジタルどの方向性でいくのかはまあ人それぞれなんで、自分の目指している方向の画材を準備してください。おすすめのアナログ画材は一度僕の方で紹介した動画があるので、これ参考にしてもらえればいいなと思います。あくまで僕がおすすめしている画材になるんですけれども、それはペン入れは水に溶けない特殊な筆ペンがあるので、
それをおすすめしてます。色塗りは水彩絵の具が一番鮮やかで早く描けるっていうのがおすすめですね。まあ、コピックとかも使ってる人もいますけれども、まあ、水彩絵の具っていうのが一番経済的で色も綺麗に出て使いやすいので、水彩絵の具を覚えちゃえば一番早いかなと僕は思います。詳しくは動画をチェックしてもらいたいなと思います。あとはブログにもまとめてます。よかったら見てください。で、おすすめのデジタル画材も紹介してます。デジタル作画環境っていうことで紹介してる動画があるので、一度これもデジタルでやっていきたいっていう人はぜひこちら参考にしてください。僕がおすすめしてるのはデジタル機材は iPad Pro 13インチですね。まあ、液タブとかいろいろあるんですけど、結局 iPad が一番いいなっていうところで僕はおすすめしてます。実際この iPad Pro で全部僕は絵の仕事してます。で、お絵描きソフトもいろいろありますけれども、まあ、クリップスタジオ、他の激安のソフトよりはお値段しますけども、それでも本当に高い Adobe の Photoshop とかよりは断然安いので、クリップスタジオがおすすめです。僕は Photoshop を使わずにクリップスタジオだけで仕事してます。っていうのも詳しく動画で説明してますので、一度デジタル作画したいっていう方は こちら動画か何か見てもらって、機材とりあえず揃えてみてください。趣味で描くなら何でもいいんですけれども、仕事にしたいと本気で思っているのであれば、まずは画材を準備にしないとですね、始まらないですね。画材を揃えるのはもうプロになる第一歩目なので、ぜひ画材を揃えてください。で、その揃った画材で練習頑張りましょう。ということで、添削を始めていきます。マーカスさんは多分鉛筆画しか書いてこなかったと思うんです。いや、本当は書いてるかもしれないですけどね、インスタちょっと見る限りそんな感じかなと。で、プロ目線から言うと、鉛筆画っていうのはもう下書きでしかないわけなんですよ。だから消してしまう絵なので、結局売れる絵っていうのはペン入れをして色を塗って完成なわけなので、今回は線で描くペン入れっていうところまで挑戦してもらいました。まあ、本当は色塗りまでしてもらいたいところなんですけど、まあ、ハードルが高いので、また画材揃えて一度練習してもらってっていうことで、またの機会になると思います。ということで、似顔絵添削していきます。ハリセンボン春菜さんからいっていきます。はい、これが、マーカスさんが描いた絵で、こっちがお写真ですね。まあ割と似ていているかなとは思うんですけれども、まあ素人さんのあるある失敗点がいくつかありますね。はい、これが添削した画像なんですけれども、まず顔のパーツを全体的に小さくしました。春菜さんはやっぱ顔が丸くて大きいようなイメージじゃないですか。そうすると顔のパーツの周りにお肉がついてるわけなんです。そうすると相対的に顔のパーツが小さく見えて、こう顔が大きく見えるわけなんですね。僕もまあ最初はそうなんですけど、結構こういうパターン多くて、顔のパーツも大きくなっちゃうと、その輪郭の大きさがわからなくなって、結果普通の人になっちゃうわけです。この絵を見てそんなにその副用画感出てないですよね。では僕が修正した中心に顔のパーツを寄せた画像っていうのが副用感に見えますよね。これ結構やりがちですね。顔のパーツ大きくなりがち。やっぱり最初はパーツの感覚、大きさの感覚っていうのが失敗しやすいので、ここ注意してください。あと鼻の形が違和感があって、こんなにニンニクな感じじゃないんですよね。もっとそのなんか普通にポーンと丸い感じな印象があるので、鼻をポーンと丸く大きく描いてあげればいいんじゃないかなと思います。あと髪の毛の形がですね、髪の毛のペン入れの仕方が、多分ペン入れほとんどしたことがないと思うので、その迷いまくってる感じが出てますよね。髪の毛を描く注意点としては、頭蓋骨の形を把握した上に髪の毛を乗せて描くっていう感じなんです。もっとシンプルに輪郭描いてあげてください。髪の毛、頭蓋骨の位置を確認した上で髪の毛を描けば、頭が小さくなったりへこんだりすることがないので、ちょっとへこんでるように見えますよね。頭が小さくてへこんでるように見えるので、そこ注意してください。あと首を描かないっていうのはすごいいいですね。やっぱ丸い人って首をなくして描くと丸さが表現できるので、これはとてもいいんですけれども、ただちょっと肩が角張りすぎているので、丸く描いてあげるとより膨
くよかさが出るのでそこを書いてあげてください。肩かくばっちゃうとやっぱり普通の人にしか見えないですよね。まあ、首がないっていうところで少しふくよかさは出てますけれども、やっぱ肩が四角いとなんかがたいのいい人なのかなっていう感じが出ちゃうので、肩も丸くしてあげると丸くて柔らかい雰囲気みたいのが出てきますね。はい、はるなさんはこんな感じですかね。次、ハリセンボンのはるかさんです。はい、はるかさんこんな感じですね。まあまあ基本似ているような感じには描けているのかなと思います。ただペン入れの仕方がまあ初めてに近いと思うのでちょっと違和感があるなという感じですかね。ちょっと全体的に鼻の形の鼻の描き方がちょっと複雑というか変ですね。もうちょっとシンプルに描けばいいかなと思います。はい、これが添削した感じですね。一番気になったのが多分写真に引っ張られて斜めになってると思うんですけれども、顔の左右のバランスがずれてて、斜めになったら斜めになったでいいんですけど、頬の位置とかがずれてるのが気になりました。似てる似てない以前の形がおかしいなっていうのが第一印象ですね。あと目の印象が全然違いますよね。この似顔絵の目だと普通に目パッチリした普通の目っていう感じなんですけど、違う写真を見ると結構釣り目なのがわかるんですね。メインの写真だけ見ると釣ってる釣ってないがピンとこないかもしれないんですけれども、いろんな写真見比べると、あ、やっぱこの人釣り目だなっていう特徴が出てくるんですよ。多分マーカスさんこの写真しか見ずに描いてるので特徴が分かってないんですよ。一枚の写真で得る情報ってすごい少ないので、何枚か見比べて自分の頭の中に立体的なこの人の顔を作るわけなんですよ。例えば真正面から見て鼻の高さがわからないじゃないですか。だから斜めの写真とか見ると、春菜さんは割と鼻筋通ってて、綺麗な鼻されてるので鼻筋もちゃんと描いてあげた方がいいなとかですね。あといろんな写真見ると、眉毛が出てる写真を見ると結構困り眉な写真が多いので、あ、この人結構困り眉な顔なんだなっていうところで、これかなりの特徴ですね。困り眉、多分マーカスさんそこまで描けてないというか眉毛ほとんど描いてないですよね。観察力、写真一枚じゃわからないことも何枚も写真を見比べるとその人が分かってくるので、いろんな写真を見てください。で、観察してこの人のここが特徴だっていうことを捉えてください。まあ一番の特徴はこの出っ歯な感じなのが、それはちゃんと描けてるのでいいかなと思います。釣り目と、困り眉で出っ歯な感じ、あと首をもっと細くしてあげると細い感じが出ていいかなと思いましたってところですかね。あとちょっとやっぱり髪の毛の頭の形が歪んで見えるので、左右のバランスちゃんと合わせてほしいかなと思いました。右の頬は頬より髪の毛がこっち出てるのに左の頬の髪の毛がないとか、ちょっと形がずれてるじゃないですか。似てる似てないの段階よりもこういうのもちょっと気になっちゃいますよね。はい、こんな感じです。次、似顔絵添削男の子に行きます。はい、こんな感じです。ちょっと子供らしさっていうのがなくなっちゃったなっていうのは、無駄な線がいろいろ入ってるので老けたシワに見えるんですよ。なので子供らしさがちょっと出てないっていうところが残念なところかな。あと髪型が表現できてないっていうのが残念なところですね。この絵を見てもらって何歳に見えるかっていう印象を大切にしてください。自分だけで見てるとちょっと分かんないかもしれないですけど、他の人にこの絵何歳ぐらいに見えるって聞いてみると教えてくれるんじゃないかなと思います。僕にはちょっと老けて見えるんで年齢よりもかなり高い感じに見えちゃいますね。で、僕が添削したのがこんな感じですね。幼くなったと思います。子供らしさがちょっと出たかなと思うんですけれども、具体的に修正してるのはまず前髪を自然な感じに、マーカスさんが描いたのはこのパッツンに見えるんですよね。で、写真見るとまあ確かに前髪が揃ってる感じはありますけど、これはパッツンではないですよね。多分ちゃんとすいてあって自然にこうなるように髪切られてると思うんですよ。ここにこういう線入れちゃうともうパッツンで揃えてるっていう髪型に見えちゃいます。だから髪型が違うっていうところですね。だから自然に先端が細くなるような髪の毛っていう感じですね。髪型もちゃんと捉えないと似せるっていうことは難しいです。あと頭のボリュームがちょっと足りないなっていうのと、この子の特徴はちょっと垂れた印象の目ですね。優しい目っ
ていう感じですね。マーカスさんが描いたやつは普通の角度っていう感じじゃないですか。やっぱり特徴をちゃんと分かるように描きましょう。この絵を、誰かに見せて、この目垂れ目なんだって分かるような絵がいいですね。私の目は垂れ目なんだっていう風にそのメッセージが伝わるような絵にしてください。あと耳のシワがちょっと描き方が気持ち悪いなと思ったので、もっとシンプルにこういう感じのシワにしてあげてください。描きすぎず描かなすぎずって感じですかね。あと顔の至るところに結構線が入ってシワがあるんですけど、シワのつもりではないと思いますけれども、頬骨とかを表現してるんだと思うんですけど、これ白黒で描く必要がないんですよ。カラーに塗った時に頬の立体感が出ればいいので、こういうのは線で描いちゃいけないんですね。これ線で描いちゃうともうシワにしか見えないんですよね。この鼻筋の線もちょっとどこに線を置いたらいいかわからないなって悩みながら多分描いてるっていう印象がわかるんですけれども、基本子供はシワはなるべく描かないでください。まあ大人もできるだけ描かない方がいいんですけれども、もしシワがあるとすれば色で少し表現してあげるぐらいで、子供はそんな必要もないですしね。っていうのと、あと大人びた印象が出てしまうのが輪郭ですね。大人びたっていうかゴツゴツした感じになってるんですけれども、輪郭がまあ気持ちはわかるんですよ。頬骨がある、顎が出てる、これをちゃんと描こうとするとこうゴツゴツしちゃうんですね。でもあんまり描かない方がいいです。もうつるっと描いちゃった方がいいですね。ほんの少しふわっと頬骨とか顎とか入れていいんですけれども、こうしっかり描いちゃうともうゴツゴツ感が出て大人びたい印象になっちゃうので気をつけてください。子供はつるっとした輪郭してると、あ、子供らしく可愛いなみたいな感じになります。はい、という感じです。はい、次似顔絵添削メガネ男性いきます。はい、まあ似ててすごくいい感じではあるんですけれども、なんか絵としての歪みだけが気になっちゃうんですね。例えばこの頭のサイズですね、すごい頭ちっちゃく見えるんですけれども、これなんでかっていうと、まず頭の頭蓋骨の位置が髪の毛の位置になっちゃってるわけなんですよ。頭蓋骨をちゃんと理解した上に髪の毛を乗せて描かないと頭がちっちゃい男になっちゃうわけです。まあこれ何回も言ってるんですけれども、あとおでこの形が違いますよね。もっとこう角張ったおでこっていうか、この形もやっぱり人の特徴なので、おでこの形をちゃんと捉えてください。まずおでこと、その上に頭蓋骨、その上に髪の毛っていう順に描くと、形がずれたりっていうことがないですね。似顔絵的には似てていいかなと思います。結構特徴的なので描きやすいですよね。ヒゲとメガネと、あと単発な感じで描けば似ちゃうかなっていうところはありますよね。あと気になるのがメガネの歪みですね。メガネがこう形が、左右違うというか、これメガネっていうのはもう四角いものが2個ついてるわけだから、こう線で左右下書きで描いて、それに基づいて形描いていけばずれたりしないわけです。1個ずつ描いちゃうとその左右が変わってきちゃうので、2つまとめて線でこう形取ってあげれば綺麗に歪むことなく描けると思いますので、やってみてください。男性はこれぐらいですかね。はい、最後の似顔絵添削は女の子になります。こんな感じです。ちょっと可愛くなくなっちゃったかなと思います。大人びっちゃってるかな。ちょっと首の感じとかこの顎の感じとかがちょっと気持ち悪い感じになっちゃいましたね。で、鼻の描き方がちょっといつも変な感じなんですよね。なんかここに変な線が入っちゃうので、まあその線はいらないかな。普通に丸い感じに描いてあげればいいかなと思います。はい、これが僕が添削した感じなんですけれども、結構子供っぽさが出たんじゃないかなと思うんですけれども、顎をちょっと小さめに描くと子供らしさっていうのが出ますね。確かにこの子は顎大きめではあるんですけれども、それでももうちょっと小さくしてあげた方が子供らしく可愛い絵になりますね。あと歯の線ぐらいは描いてあげていいのかなと思います。一本一本描いちゃうと気持ち悪いんで、上の歯の輪郭ぐらいを描いてあげてもいいかなと思います。あと鼻は丸い感じで、あと首が太い感じになってるじゃないですか。基本的に子供は首がない方が赤ちゃんっぽいというか幼さっていうのが出るので、首はあんま描かない方がいいですね。で、肩が埋まってるぐらいで描いちゃうと可愛いですよね。キャラクターっぽい感じで二等身三等身ぐらいなイメージで描くと、まあ可愛く描けるんじゃないかなと思います。
はい、これぐらいですかね。まあ、あとはもうちょっと前髪の線をシンプルに。多分光の線を描いてると思うんですけれども、光とかも色塗りを前提として描いてるので、色で表現すればいいものは描かなくていいんですよ。だから髪の毛は髪の流れだけ描いてればいいです。で、色を塗るときにこの光の部分は白く残してあげると光ってる感じになるので、ペン入れで描く必要はないです。はい。こんな感じですかね。添削は以上です。次に、マーカスさんのこの絵のレベルを踏まえて、おすすめの練習方法っていうのを考えてみました。一つ目が白黒の1人5分、10人ぐらい描くっていう感じですかね。マーカスさんはシンプルなデフォルメが多分不得意な印象があるので、まあ、とはいえですね、初心者の方はみんなそうなんですけれども、特にマーカスさんはシンプルな絵が苦手なんだなと思います。ついつい線いっぱい描いてしまうんだと思うんですね。そうすると線が増えれば増えるほどちょっとリアルめな似顔絵的にはちょっと気持ち悪い感じになっちゃうので、デフォルメを鍛えるための練習方法として白黒で1人5分10人描くっていうのを提案しようと思いました。この時間制限、1人5分って多分マーカスさん的にはありえない時間だと思うんですけれども、この時間制限を設けることでざっくり描かないといけないじゃないですか。ちまちま描いてられないのでバーッと描いてざっくり形を取るっていうのはこのデフォルメにつながるんですよ。デッサンよりもクロッキーってめっちゃ早く描くじゃないですか。人物を 2,3 分で描いたりとかするわけですよ。そうすると細かく描いていられないので体をブロックで捉えたりとかするわけじゃないですか。そういう感覚ですね。例えばこの子なんかもなんか四角く顔を描いたりとか、ザザッと四角く描いたりとか、目が離れてたら目をポンポンと離して描いたりとか、そういうことですね。そうざっくり描いてくるのがデフォルメになってくるんですけど、このデフォルメ力っていうのが時間がないでパーって描いていくと鍛えられると思います。あと、時間制限があることで無駄な線を描く暇がないので、シンプルな線で表現できるようになるんですね。ちまちま描いている暇ないんで、サクッとこう綺麗な線をスッと引けるような、シンプルな線をスッと描けるようになってきます。まあ、クオリティはね、二の次なんですよ、練習なんで。とにかく時間制限内に描けるだけのクオリティを描くっていうことを練習してみてください。一枚一枚かなり時間かけて描いてると思うんですけれども、デフォルメを上手くなりたいのであれば時間を設けて、5分ぐらいで白黒完成させるぐらいの練習してみると全然変わってくると思います。まあ、ちなみに例えでですね、10人って言いましたけれども、まあ、これはもうもちろんですね、理想で、実際は無理せず自分のできる範囲でやってみてください。やってみたらしんどくて3人ぐらいしか描けなかったっていうのでもいいです。無理せずにできるぐらいの、ただ時間制限を設けて描いてみるっていうのは大切です。早くたくさん描くっていうのは結構練習なのでやってみてください。おすすめの練習方法2つ目はカラーまで完成した似顔絵を描いてみるっていうことですね。売れる似顔絵っていうのは色を塗って完成になるわけなんですよ。で、ペン入れっていうのは色を塗る過程でしかないわけなんですよ。なので一度水彩もしくはデジタルで絵を完成させてみてください。そうすると色塗りで表現できるからペン入れのこの線はいらないねっていうことが分かってくると思うんですよ。そうすると無駄な線に気づけるようになると思うので、まあ、とはいえね、色塗りは結構ハードルが高くなってくるので、まあ、大変は大変なんですけれども、まあ、一度画材を揃えて挑戦してみるのはいいかなと思います。あ、カラーってこんな感じなんだなっていうのを一回分かった上で白黒で練習してもらうのがいいかなと思いました。はい、まとめ、今回の内容をざっくりまとめると、一つ目は売れる似顔を描くためには似てるってのは当たり前で、もう可愛い似顔絵を描きましょう。で、部屋に飾りたくなるような色が鮮やかな似顔絵を描きましょう。二つ目、まずは画材を揃えましょうということで、おすすめの画材、いろんなところで紹介しているので、チェックして揃えてみてください。まず画材がないと練習すらできないので、練習するにも画材を持って練習しないと結構練習がもったいないので、例えば筆ペンですね、多分適当に買った筆ペン使ってると思うんですけれども、プロが使う筆ペンって全然違うので、ちゃんと画材を揃えて練習すると次の色塗りっていうステップにも早くいけるし、ちゃんと画材を揃えてやってみてください。はい、3つ目、似顔絵添削した感じだと、まあ線が多くて絵が可愛くないな、まあ当たり前なんですけれども、初心者なので、まあシンプルに可愛い絵を目指すっていうところですね。で、次、四つ目、マーカスさんにおすすめの練習方法っていうのが、白黒で1人5分、10人描く。
あ、この分数だったり人数っていうのは、まあ、ちょっといろいろ自分で調整してもらってもいいんですけれども、とにかく時間制限を設けて、早くたくさん書くっていうことをやってほしいなと思います。次にカラーまで一回完成させてみる。カラーまでが売れる絵の前提になるわけなので、一回絵を完成させてみるっていうことをしてみるといいかなと思います。そうすることで、ああ、ここがこう足りないのかなっていうことに気づくんじゃないかなと思います。はい、頑張ってくださいということで、ペン入れが初めてにしてはですね、かなりよく描けてたなと思いますけれども、やっぱりデッサンの癖が抜けずにですね、無駄な線が多いなっていう印象です。とはいえですね、僕もね、全く同じだったんですよ。僕結構デッサンは自信あったんですけれども、デフォルメってなんすかとか、どうやったら可愛く描けるんですか、僕も本当に気持ち悪い絵しか学生の頃描いてなくて、こんなやつに可愛い絵描けるわけないって言われてましたけれども、練習したら描けるようになりました。やっぱりね、デッサンができるっていうのは形を捉えることができるっていうわけなんで、デッサンが苦手な人よりもやっぱ上達はめっちゃ早いんじゃないかなと僕は思ってます。ぜひですね、おすすめの練習方法を取り入れてもらって、プロになれるようにこれからも頑張ってください。副業だったとしても絵を売ったらもうそれはプロなので、俺はプロになるんだっていう気持ちで頑張ってもらいたいなと思います。以上です。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。